したいということでですね、中を狙ってきますね。ただそうさせないようなガードストーンをしっかりとまず置くことができている日本。スキップ両者のショットの成功率今ネット 68% 基礎。ナンバー1の前につけて、強いナンバー2を作っておくのか、もしくは今右側に黄色の自分たちのストーンがありますから、そのストーンを使って内側にロールするのか。このエンド、クリーン先行という日本。このショット、そしてこの後のイギリス。イギリスはこのシンキングタイム7分30秒切った。イギリスはこのエンド、タイムアウトを使う大切なエンドと見ています。この黄色のストーンを使うという選択ですか。3分の1かな。3分の1。早くて直接赤にはいかないもんね。もう一度確認します。角度をちょっと確認ですか。そうですね、まあ、早いウェイトで投げて赤を出し切ってしまうのか、もしくは遅いウェイトで投げて赤と黄色のちょうど間のポケットに入るのか。何を悩んでいるという確認。タイムアウトを使わずシンキングタイムが6分30秒を切りました。早いのでいってちょっと薄く当たってしまったら後ろの黄色に当たった。隣のシートではカナダが現在4対6第8エンド終わって2点ビハインド、アメリカ韓国はアメリカ第7エンド終わって4対7 3点ビハインドです。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。お前で。チャンネル登録してくれたら嬉しいや。ほな、またな。バイビー。